それでは年次大会の報告を始めます。まず内容的には自分が発表した内容と興味持った発表、あとまあ最後に所感を述べるという感じで発表します。で、自分が発表した内容なんですけど、これが実務訓練中の内容ですね。まあ、深層学習でレジュメから情報抽出をするっていう内容でポスター発表したんですけど、まあ、一応それがまあワークスの実務訓練にいた時の発表の内容で、まあ、それを一応実務訓練の締めくくりにしようという感じでもともと発表したので、これでまあインターンの仕事が完全に終わったかなっていう感じです。で、発表した時の所感なんですけど、やっぱ会社の人としては PDF のデータっていうのは結構扱いたいみたいな人は多くても、ただそれをデータを復元するのが難しいっていうので、なんか結構こう注目してもらえたっていうのは感じました。まあ、そうなんで PDF 対象にしてるっていうので興味を持ってたっていうちょっとまあ結構いたかなっていうのと、まあ、あと研究としてはアドバイス、まあ、こういう実験したらいいんじゃないみたいなのをいくつかもらえたので、まあ、ありがたかったです。はい、で、まあ、次から興味持った内容の発表なんですけど、まず最初にそのチュートリアルであったゼロから始まる自然深層強化学習ですね。で、まあ、内容的には主になんか画像を入力して、まあ、こうゲームに対して学習させるというような感じが多くて、実践言語だと、対話についてちょっと話してあったってだけなんですけど、やっぱまあ報酬が難しい、設定が難しくて主にうまく使えられてないのかなっていうのはが発表としては感じで、まあ、自分がこのインターン中にやってた NER ではもうその出力でなんか制約を作れたらいいなみたいなことは話し合ったり何度かしてて、でその制約でまあ深層学習でまあこういうパターンをこういうラベルは絶対に1回しかつかないから、それがまあ2回以上つくことはないみたいな、そういう制約がなんか深層学習じゃない強化学習の方でうまく使えたりしたらいい作れたらいいなみたいな夢はまあ思いました。で、次がその画像検索エンジンを用いた概念知識の獲得っていうので、まあ、この下のベースボールプレイヤーラブザーっていうようなまあ英語文があった時に、そこからまあベースボールプレイヤーがビッグマックが好きだみたいなのをまあ概念として取りたいっていうので、まあ画像検索エンジンを利用してるんですけど、その画像検索エンジンでそもそもまあ概念がなんか固定したものがあれば、共通の画像検索が上位に集まってくるだろうというような前提で研究をしていて、つまりベースボールプレイヤーが検索、N グラムでまあ文字を検索に入れていくんですけど、その時にベースボールプレイヤーを入力した時に、まあ、そういうベースボールの、まあ、人のような画像がたくさん来て一度が高くなれば、それはまあそれがまあ一つの概念としてまあスコアが付けをするというようなものや、まあ、あとビッグマックであればもうそれがビッグマックで検索で画像の上にまあそういう商品がたくさん来るっていうので、まあ、それが一致度が高いとそれを一つの概念とするといったような話でした。まあ、こういう画像にまあ、すでにあるやつ、まあ、画像検索がまあうまくできればそれで自動で作れるということで、まあ、テキストが潤沢でない言語においても適用はかなり簡単なのかなとは、まあ、画像は一応世界共通ではあるので、まあ、そういう意味ではうまく適用できればテキスト言語と資源があんまり豊富でなくてもうまくできるのかなっていう感じで考えました。で、次に学習データセットを分けたセックガンによる俳句生成というようなもので、まあ、これはそのウィキから五七五の意味の通るテキストを適当に集めてたものと、俳句協会俳句がちゃんと出しているその人が作った俳句のデータっていうのの2つを使ってセックガンを学習させたっていうものですね。で、これでまあ結果としては人の読んだ俳句と近い評価を得たっていうんですけど、まあ、その評価をした人は学生なので、それが本当に俳句としてちゃんと、まあ、なんか詩の芸術的な部分を評価したわけではなく、あくまで詩的な何かを書いてあるっていうだけで、まあ、ちゃんとした評価ではないので、なんか今後評価の仕方がまあ課題であるみたいなことは言っていました。で、まあ、セックガンを使う利点としては、まあ、完全に退役コーパスを作らずに、まあ、ウィキペディアのとりあえず大規模なテキストと協会の実際に作った人の
まあ、データがあればできるってことで、まあ、こういう手法でうまくできるのであれば、それで、まあ、変異化とかスタイル制御っていうのにも使っていけるのかなっていうふうに思っています。でまあ、以上発表としてはさっきの3つが興味を持った内容で、最後に所感ですけど、まあ、学会に対してはこう、まあ、去年初めてクラウドソーシングっていう言葉をその学会で知ったんですけど、今年はまあ研究の方でも結構クラウドソーシングっていう言葉をよく聞いたかなっていう印象で、今後もクラウドソーシング使った研究が増えていくのかなっていうふうに感じました。であとやっぱりその評価方法とかを見て結構見たんですけど、人手でというようなものや、まあやっぱアンケートを取るみたいな結構あって、ね、やっぱり自然言語処理でこう評価する方法っていうのも難しいなっていうふうなことは思いました。で、まあ、あと自分がのことなんですけど、まあ、知識が増えたので結構ある程度内容にはついていけたかなっていうのはと、あとまあ去年知り合った人たちからさらにその人たちの知り合いみたいなことで、まあ、どんどんなんか知り合いの友達の友達は友達みたいな、そんな感じで、まあ、どんどん増えていくっていうのはあったので、まあまあ、徐々に増やしていきたいなとは思っています。はい、以上で発表終わります。